ウェストポート鉄道駅、ウェストポートは、アイルランド名誉圏の町である。アイルランド語での表記はキャスターナマートで、肉牛の石の砦を意味し、カハーナマートと英語化された。アイルランド西岸の大西洋の入り海、クルーベイの南東端にある。町の設計図は、近くの大邸宅ウェストポートハウスのジョン・ブラウンが、彼の雇っていた労働者や小作人の住む場所として、依頼した。 彼は700人の住人がいた元のカーナマートの村を排除し、ウェストポートハウスの庭への道を開けた。現在の街の中心部は、はじめ1780年に j y a ッ t によって、ジョージ王朝風の建築様式で設計された。そのレイアウトは、13世紀にノルマン人によって持ち込まれた中世の都市デザインの原則に従う。独特の特徴は、 川が街の構成の中に取り込まれていることである。キャローベック川の両岸にブロックにわたって、低い石造りの壁が川をまたぐ数本の橋を交えた魅力的な並木道、モールを形成している。レイアウトにはさらに数本の並木道が含まれ、間口の狭い商業ビルにつながっている。それらはアイルランドに典型的に見られる建物だが、その多くにはほかるいなき宣伝と魅力が残されている。 警察署のように、近頃こうした地区の中に作られた建物の中には、都市構造の本来の連続性の保存が、もっとうまくいかなかった例もある。現地では、ザリーックとして知られている有名な巡礼山、クローパトリックは、マリスクとレ・キャンベーの村の近くの町からおよそ10キロメートル西にあり、町の魅力的な背景となっている。頂上にある教会は、ウェストポートからは、肉眼で、 かろうじて確認できる。ウェストポートは旅行先として人気があり、クオリティオブライフにおいて高得点を収めている。また、アイリッシュタイディタウンズコンペティションで2001年、2006年、2008年の3回最高賞を受賞しており、2012年にはアイリッシュタイムズ主催のアイルランド一住みよい場所コンテストでも優勝している。 朝中心部の時計台ウエストポートは16世紀の上角キャスターなマートとそれを取り巻く住民に始まる。当時はクルーベイを統治し、メイルとして知られていた現地の強力な船乗り舞、士族の支配を受けていた。最初のキャスターなマートの村は、現在ウエストポートハウスの正面の芝地があるあたりに存在していた。一本の大通りと、川へと続く路地があり、 人口は700人ほどであった。また、小さな港がキャローベック川川口にあった。村からは西、南、東へそれぞれ道が通じている。1780年に、ウェストポートハウスのブラウン一家が庭園への道を開けるために町を現在の場所に移し、ウェストポートに名前を変えた。ウェストポートは、史跡の町と称され、 計画的に形成された街が少ないアイルランドでは珍しい存在である。街のデザインはイングランドの建築家、ジェームズ・ワイアットが手掛けた。彼はまた、スライゴ、公爵の邸宅ウェストポートハウスを完成させ、その食堂を設計した。ウェストポートハウスは、はじめ、1730年代にドイツ人建築家、リチャード・カーセルズによって、マイ・キャッスルが、 元あった場所の近くに建てられた。ジェームズ・ワイアットによる街の設計で最も注目すべき点はキャローベック側に沿った波軌道、モールである。20世紀後半以降、ウェストポートは新たな地区を吸収して拡大していった。中でも人口の多い地区はスプリングフィールド、キャローベックエステート、ホーカンズ、ヒル、シダーパーク、フェアウェイズ、ノックラニービレージ、 シャーキーヒルなどである。ウェストポートハウス18世紀に、リチャード・カースルズ、ジェームズ・ワイアットという著名な建築家たちによって、設計された後、湖、テラス、庭園があり、クルーベー大西洋、アキル島、クレア島、アイルランドの神聖な山、クロー・パトリックを見渡せる緑地の中に、ウェストポートハウスは置かれた。ウェストポートハウスは、ブラウン一家が建てたものだが、一家は、 今も、なおそれを指摘に所有している。ブラウン一家は、ジャマイカの奴隷盛大農園の富裕な経営者、ハウ・ピーター・ブラウンとその妻の、ヘスター・キャサリン・デバーグ公爵夫人、さらには16世紀の海賊でメイルの女王グレース、オマリーらの直系の子孫である。ウェストポートハウスで行われる展覧会では、ハウ・ピーター・ブラウンを奴隷の覇者と呼称する。 ブラウン氏は奴隷たちを彼らが生まれてから死ぬまで搾取し、議会の決議により、奴隷制度が廃止されるまで彼らを解放しなかった。そして、奴隷を失った埋め合わせとして、多額の賠償をイギリス政府に要求し受け取った。ということを、ある歴史家が誇張だと断りつつ案に指摘したものである。最初のウェストポートハウスは、ジョン・ブラウン大佐とその妻、モード・バークが建造した。 ジョン・ブラウン大佐は、リメリックを包囲していたジャコバイトで、妻、モード・パークは、グレース・オマリーの夜叉子である。当時、ウェスト・ポート・ハウスには、湖やダムはなく、城壁に沿って湖面が満ち火していた。2006年と2011年に行われた、最新2回の一斉調査の間、人口は5163人から5543人に、増えたのみで、顕著な増加は見られなかった。 ウェストポート出身の人々は伝統的にカビーズとして知られている。数十年前まではカビー方言は残存していて、例えば女性をドーネアと表すなど外部の人間には理解することができなかった。今日でもカスルバーなど近隣の地域の住人は穏やかにけなしたり親しみを込めたりという意味でウェストポートの人々のことをカビーズと呼ぶ。チーフタンズのマットモロイは ブリッジ通りにパブと音楽会場を所有している。ウェストポートには町に根差した1892年創刊の地方新聞、名誉ニューズがある。名誉アドバタイザーもあり、町の多くの会社で読めるだけでなく、この地域の一軒一軒に配達される。その他広く読まれている地方新聞にはウェスタンピープルやこの音テレグラフがある。クルーウェイに浮かぶクレア島、ウェストポートは 国内外の行楽客に人気のある名誉圏の主要な観光地である。1842年にイギリスの小説家ウィリアム・メイク・ピース・サッカ・レイはウェストポートを訪れ街のことに言及している。観光客がウェストポートを訪れるのにはいくつか理由があるが風景、パブやレストラン、ブルーフラッグビーチ、クローパトリックなどが挙げられる。コネマラサ地、アキル島。 クルーベー、クローパトリックに近くホテルやゲストハウスがあるため、この地域を旅行する行楽客の拠点となっている。ウェストポートハウスとパイレーツアドベンチャーパークは家族連れに人気がある。ウェストポートには18ホールのゴルフコースがあり、近くには9ホールのコースもある。2008年1月、ウェストポートは世界で初めて Google Earth で完全 3D 化された。ウェストポートは フランスブルターニュ地方のプルガステルダウラ、北、アイルランドロンドンデリー県のリマバディーと姉妹都市である。リマバディーとの結びつきは1980年代に始まり、2002年に公式的な批准とセレモニーが行われた。また、ケニアにあるアロアの街とも提携しており、ウェストポートの人々はアロアのインフラ整備に寄与してきた。 カトリックの聖メアリー教会アイルランド国教会の聖三味一体協会オクタゴンの聖パトリック増長にはカトリックの聖メアリー教会アイルランド国教会の聖三味一体協会カルバリ福音派のウェストポート協会エリムペンテコステ派のアメージンググレース協会の4つの教会があるかつてメソジストの教会がモールにあったが現在はレストランとなっている ウェストポートには2つの中等学校と4つの小学校2009年に開校したウェストポート専門学校がある。中等学校はライスコレッジと精神学校の2つである。首都ダブリンにあるダブリンヒューストン駅から伸びる全長 250km のダブリン、ウェストポート、ゴールウェイ鉄道線はウェストポートを終着駅とする。この路線は ウェストポートとカスルバーをつないでいる。ウェストポート鉄道駅は1886年1月28日に開業した。もともとこの路線は1875年1月1日に開業したウェストポートキー駅まで伸びていたが、その区間の路線は1977年4月をもって廃止された。この区間の線路は1977年に CIE によって 一夜のうちに撤去された。地元の不安を解消するために、この延長区間の路上の大部分は、公立の散歩道へと転換され、今日でもなお利用できる。また、アキル島へと続く支線もウェストポート駅から、かつて分岐していたが、1937年に廃止された。グレートウェスタングリーンウェイは、ニューポートとマルランニーを経由する。 秋ル島への四川ミッドランドグレートウェスタンレールウェイに並行するグリーンウェイレールトレールである。N5 主要国道もまた、ウェストポートとカスルバーを結んでおり、ロングフォード付近で W へと向かう N4 とも接続する。他にも、ウェストポートを通る他の主要な道として N59 台に国道がある。町から6 0トル離れたところに、 地方空港アイルランドウェストエアポートノックがある。ゲイリックフットボールクラブ、ウェストポートユナイテッドサッカークラブ及びラグビークラブは、県大会、全国大会の双方において、立派な伝統を誇る。フォルティアアアイルランドによって、ウェストポートとその周辺の地域は、アドベンチャースポーツの第一の中心地とされてきた。毎年8月に、その種の中では、 世界で最も規模の大きいマルチアドベンチャースポーツレースのゲールフォースウエストが1日がかりで開催される。また、乗馬、サーフィン、シーカヤック、ウィンドサーフィンやセーリングの学校、その他アドベンチャースポーツの本拠地でもある。ウェストポートにはクルーベイで海釣りをしたり近くにある数多くの湖や川での淡水魚釣りをしたりといった機会が豊富にあることから、 釣りの中心地として人気がある。クルーベイ自体、毎年数多くの大会が開催される海釣りの中心地として国際的に認知されている。アイルランドでは、ガンギエー釣りの最高の会場であることで有名で、160ポンドの白ガンギエーが釣り上げられたというアイルランド記録がある。また、エーラクやサメやエイの釣りにも最適な場所のうちの一つとされる。ウェストポート川クラブは、 19世紀まで遡る長い歴史を持つゲイリックフットボールはそのクラブで行われる主な競技であるウェストポートゴルフクラブは2009年にゴルフダイジェスト誌によってアイルランドのトップ100のゴルフコースのうち43番目にランク付けされたそこでは1989年のレディースホームインターナショナルズや 直近では1997年に開催された計3回に及ぶアイルランドアマチュア限定選手権という有名なトーナメントが開催されてきた。また2002年にはアイルランド PGA 選手権も開催された。ウェストポートユナイテッドは1911年に立ち上げられた。2005年にキルケニーで開催されたファイジュニアカップで優勝し、ホームマッチはスポーツパークで行った。 クラブカラーは赤と黒である。2012年のコネットカップでも優勝している。ウェストポートブルズラグビークラブは町から数キロメートル外に出たところにある。名誉セーリングクラブは町から数キロメートル外に出たところのロスモニーにある。カスルバー側から見たウェストポートの前景。左手にはクローパトリック、右手にはクレア島が見える。ありがとうございます。